ちょっとロックマンと大事な話5分だけあるからさ、神谷君病院で待っててもらってもいい、うん、ちょっと5分だけ行ってくね。すぐ帰ってくる。ちょっと待ってね、ごめん神谷。これでマジで大した話じゃなかったら本当に怒られそう。え、お前本当に怒られるよマジで。36分病院だよ。マジで切れる。はい、うん、さすがに怒りプッチーンってなっちゃう。はい、プッチーン、パキュンパキュンパキュン、はい、クロオンチーンってなる。な、だるこい。お前905不採用です。いやもう、もうだって不採用のフラグ立ちまくってるもん。なんか不穏な空気やばいよマジで。もうお前やっぱなんか不採用でいいわ普通に。うち肝心なとこマジでネガティブになるからさ、希望あんま持ちたくないんだよね。ダメだった時ショックがでかいから。確かに鍵開けました。はい、どうぞ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 。何もないところですけど。どうぞ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 。何もないところですけどね。こんにちは。何もないところ。えー、何ここ。え、なにここすげえじゃん。なにこれ。いらっしゃいませ。え、いらっしゃいませ。はい。は、え、お前ここでなんかすんの。そうですよ、夢の国の計画がついに始まったので動き出したわけですよ。なにそれなにそれなにそれ。これロスランの計画ですよ。え、お前飲食店始めんの。そうですよ、飲食店始めんじゃんこれ。そうそうそう。え、しかも結構ハウジングめっちゃ頑張ってるくね。そうなんですよ。え、すごいすごい。え、お前センスあんな。え、これ自分でやったの。はい。めっちゃ好きなんだけど店内の色味とかデザイン。すごくないこれ。うまくね。え、普通に可愛い。めちゃくちゃ可愛い。何これ、壁とかどうなってんの。すごくね普通に。まあまあ、なんこれ、これ商品だな。え、なになに、何売るんですか。あ、夢のロスランドやね。夢の国みたいな。はあ、あ、そっか。あ、そうだ、しゃ、あ、そうだ、ロックマン誘ってなかったわ、ロスランド計画。あの、キメラ作ってエリア分けた。そうだった、俺誘ってるつもりだったけど。お前やば、さすがにやってるわそれ。ロスランド計画誘ってなかったわ。はい、帰ります。はい、帰る。なんだよロスランド計画って。あの、僕家30軒ぐらい持ってるんですよ。うんうんうん。そこを博物館にしようみたいな話をしてたんですよ、もともと。うん、それは知ってる。そう、それがロスランド計画やね、一応。ああ、なるほどね。ええ。で、ここでは何売るの。ここではだからそのロスランドっぽいお店、その飲食物を売ろうかなと思ってて。ああ、いいじゃんいいじゃん。だから今チュロスとかを考えてるわけですよ。なるほどね。お邪魔していいんすかこれ。はい、こっち会議室なんで。あ、待って、チンピ見つけた。チンピラ起きてんの。絶対起きてねえだろ。いや、これにチンピがある。ほんとだ、バカだこいつ。色ボケ野郎、帰れ。言い過ぎ言い過ぎ言い過ぎです。まあそういうわけですよ。なるほど。でこの椅子座れない不良品なんだけど、蹴っ飛ばしていい。心の目ですよ、座れますよ。 OK、 座れた。だからちょっとあの商品開発お願いしたいなと思ってて。あ、私に。はい、いいよ。1商品5000万で。うん、全然いいよ。お願いします。うん、やるやるある。で、何お願いしようかまだ全然決まってないっていう話なんですけど。あ、そういうことね。それで呼んだのか。はい、町の住民にお願いしたくて、個人的には。うんうんうん。まあ、妖精さんでなんかいたら、まあいたらっていうか、何か書いてもらえそうだったら、まあそれもそれでいいんだけど。え、お前5000万も金あんの。はい。おい、へい、金持ってー。まあ全然やる全然やる。数個投げて今最近ね、はい、クソ暇だから。お願いします。で、あとこれ、うん、飲食開業サポートもやろうと思ってて。うん。あのキッチンの貸し出しで2店舗目3店舗目をこの店からを出してくっていうのをやりたくて。なるほど、ね、もし新規住民の人でそのまあもう簡単に言っちゃうと、絵描ける人いたら、絵描けるか、その飲食店開きたいって考えてる人がいたら、僕がキッチンを貸すから。で、うん、店舗も僕が用意する。どっかで5000万ぐらいの家だったら買ってあげるから。そこでその新規住民もその、うん、まあ、2日目3日目ぐらいから飲食店を開けるっていう状態を作りたくて。はい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 、いいね。それのサポートをしたいっていう感じですよ。お前いいやつだよな。お前何が黒だよ。お前白として生きていけ、これから。よろしく。じゃね。ということで、まあなんか、うん、オッケー、わかった。思いついたら、あの浜辺さんね、うどん屋さんやりたいんじゃなかったから。了解です。まあそこら辺も、まあ店舗持ちたいかどうかやね。まあでもそしたら最終的には自分で店舗持ってもらえばいいから、うんうん、最初まあ練習みたいな感じで。飲食って意外と続かない人も多いっぽくて。うん、それで申請が通る通らないとかもあるっぽいんよ。なるほど。だからおそらく、まあそこら辺のどれぐらい続けられるかっていうのも考えて。お前んとこのさ、ここはもう申請通ってるの。はい。あ、いいじゃん。もうかなり進んで、多分僕が日程調整すればなんか
ボスになれる、あそこのボスっていうか社長みたいなもん、ね、うんうん、うわうちの友達みんな社長じゃん、私とチンピラ何やってんだよ、なれそうなんで、いいじゃん、はい、いいじゃん、めっちゃ運転うまだる、オッケーいつでも商品投げていいよ全然、はい、あの電波で送ってくれれば後ろで、いや電波で送るのも嫌なんだよね、あーいいよ、じゃあ街でお願いね、会議もしたいからせっかくなら、うんうん、オッケーオッケー、今みたいな状態を楽しめたらいいなと思ってるから、まあそれは楽なんよ、うん、その衛星外でポンって送って連絡して、うん、これ作っといては楽だけど、なんかそれだとその商品開発って結構今までこの街に来る前から培ってきた自分の実力だと思ってるから、なんかそれも紹介できつつやれたらいいなっていうのはあるから、てかさ、はい、あれじゃないの、そのロスランドで作った芸術品を模した作品っていうか模した食べ物をやるんじゃないの、はい、いやそれ考えてたけど、そもそもそんな作品数がないから、なるほどね、まあ一旦ステイ、カミヤン、お待たせカミヤン、じゃん、はい、ちょっと数分だけ時間もらっていい、あ、いいですよ、どうしました、これこれスーパーシャトルでいいですか、絶対ダメだ、バカやろバカやろ、ノーマルだよ覚醒器みたいなこと言っちゃったどうしました、まあ単刀直入にそのはいパンちゃんがどう思ってたかっていうのは絶対に、外には出さないので、ロックさんについてどう思ってるか、どういう風に見えてるかっていうのを聞かせてもらっていい？どういう風に見えてるか、うん、どういう抽象的な質問で申し訳ないけど、はい、あルールをちゃんと設けてあげればその踏み外さないっていうところはあると思いますよあと割と、まあ、なんだろう仕事に熱心っていうか、なんだろうな、マルニキ屋の激辛フェスのやつとかもやってたと思うんで、商品開発も前日にやって次の日に完成させるぐらいのポテンシャルはあると思うんで、仕事に対する熱量は高いと思いますよ。なるほどね、まあ多分そういうところじゃないですよね、おそらく気になってるのは、黒に行こうかなみたいな話を聞いたっていう人がいて、はい、うん、その点どう思う？そのまあでもいつでも揺らぐちゃんポイントはあると思いますよそのやっぱりこのターニングポイントだと思うんで、誰かに何か言われたとか、その行こうと思ってたところ落ちたみたいなのって、うん、だそういうところもあって黒に行こうか悩んでるんじゃないですか。だからこの9055がダメだったらとか、それって多分救急隊受かんなかったら個人行こうかなみたいなのと多分似たような感覚だと思いますよまあこまあ、その場合白個人になるか黒個人になるかっていう、まあそれはまた別だと思いますけど、なるほどね、うん、なんかそういう感じで、まあその落ちた、まあ、最悪の場合を考えてるんじゃないですかね。そもそも黒から白に行ってるってことは何かしら大きな理由があったと思うんで、その時にやっぱ決めた決断があると思うから、それをまあ9055ダメだったことを踏まえると、やっぱそういうのも考えておいた方がいいかなっていう一つの例として考えてるだけかなって思いますね。なるほどね、オッケー、ありがとう。うん、だから全然9055で働くってなったらがっつり働くと思いますし、まあそこはちょっとあくまで参考意見程度にちょっと確認をさせてもらった感じ、うん、なるほどね、うん、どうなんですか採用の基準としては、というかね、はい、今回の採用枠、はい、なんだろう、会議で全員で決めて決定してて、はい、そこを上田がひっくり返した上でねじ込もうとしてるからちょっと問題になってるんだよね。へえ、次回の採用枠は待てないのとか、そういう感じ。なるほど、そう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 、みんなで、会議で決めたこと、はい、あんちゃんはさ一応契約社員だから、まあ、どっちでもいいみたいな感じで言ってるけど、はいはいはい、そう、こうひっくり返すってことは今後会議する意味ないじゃん。うん、まあでもなんだろう、ここで落としたりする、まあそのひっくり返すってことはどっちが表か分かんないですけど、うん、多分ここで落とすみたいなのをやると多分上田さん的にはその黒に行っちゃうんじゃないかとか、うん、黒になっちゃうっていう懸念点も考えてるのかなっていうふうには思いますけどね。まあ、それは別にいいじゃん、 そいつの判断だからいいじゃんって言ったら、まあそれまでではあるんですけど、うん、まあそういうところもあって、はい、まあその会議でみんなで決めたことをひっくり返すってなると、うん、例えばどうせひっくり返されるじゃんとか、思ったりする可能性も出てきて、じゃあもう今後会議しなくていいじゃん、9055はどんどん上田の判断だけで進んでいくことになるっていう可能性が出てくる。はい、まあ、街に何だろう、結構長いかどうかみたいな、ロックマンも多分いろんなところ見てっていう判断だったと思うんで、うん、そのいろんなところを見た上で多分全部のメカニック多分体験してると思うんですよ、うん、で最終的に決めたって感じだとは思うんですけど ね、まあ、人間としてのまあ危なさみたいなのは拭えないっていうところですよね、おそらく9055が感じてる問題っていうのは。
ありがとう。これ以上話すとバイアスかかりそうだから、ここで止めとこう。オッケーです、了解です。まあまあまあ、全然、どっちでもいいとは思いますけどね。仕事は多分でも、やれって言われたらかなりやると思いますよ。でも、やれって言われてやるのは普通だからな。なるほどね。うん。まあ、あと、起床率高い。ああ。正直、一番でかいと思う。その、仕事できる、できないに関わらず、起床率高いっていうのが武器ではある。一応方針としては、はい、たまにしか起きてこない人の居場所になるっていうのもあるんだよね、うちは。なるほどね。そう、たまにしか起きてこれない人ってやっぱりいるじゃん。はい、そうそうそう、そういうところも考慮してだから。なるほど。だから上田さんやっぱ毎日起きてるからね。誰かしらいるから、うん、まあ、ありがとうね。ありがとうございます。いえいえ、まあなんか参考ぐらいになればいいなとは思います。なるほどな。まあでも大半は人間性の危なさだろう、そもそも。問題が起きることが問題じゃないって思いたいけどね、この街なら。まあでも仕事場だからな。905号って意外と仕事だからな。意外とくずしろさんすごいな、怖いな。まあ、途中から俺は別に入れてもいいんじゃないっていうあれが見え隠れしちゃったけど、でもすでにもうダメっていう感じだったんだね。雲行きの怪しさっていうか、そういうのはあったんよね。こんなに適当な俺が良くてダメなのも皮肉やな。だから分かんない、そのそれで浜辺さんが OK だった理由がマジで分かんないんだよな。浜辺さんはなんで OK だったんだろう。それってロックマンがギャングに入れなかった理由と、ギャングになれなかった、黒にがっつりなれなかった理由と、なんかその重なる部分があって、ちょっと切ない部分ではあるんだよな。警察とか救急の連絡が返ってこないっていうロックマンの意見って、街にいたらそういうのじゃないんじゃないのっていうのを、結局やっぱ街に長くいるとかあんま関係なく採用されちゃうんだっていうのは、この街に対する希望を見出せなくなる一つだと思うんだよな。まあでもどっちも人と人だからな、採用するもしないも全部人と人ですからね。保留にされてたんか。まあな、問題起こすやつは総じてダメ、時間が経ったってダメなのさ。結構起床率の高さ大事だと思うんだけど、まあでも起きなくても問題起きなかったらいいっていうところはある。どうなんだろうね。でも誰が嫌なんだろうね。まあでも系統はガチで全然違う。くずしろさんとロックが話してるところが見たことないし、くずしろさんとロック絶対合わない、客合わないからな。だから上田さんの方針と会社の内側の方針がねずれてんだよな。誰でもウェルカム、自由にって言っても、蓋を返したらやっぱ結構ちゃんと仕事としてやりたいみたいな人も社員の中にいるから、だからそこの難しさはあるよね。自由なようで自由じゃないみたいなね、はっきりしてほしいけどっていう。まあでもやっぱその空気読みの部分だと思うけどな、下ネタとかはね。その言っていいことやっちゃダメなことっていうのは、相手が誰かっていうところをやっぱり見極めないといけない。まあでもそれが見極められてるかどうかを見極める60日間だったっていう、黒白60日って言ってたけど、それならだったらまあ変わらなかったねの一言で終わっちゃうっていうのはあるね。まあ、だからといって個性を潰すのもあれだしな、個性を消すのももったいない。でもすごいな、上田さんねじ曲げてたんや、動いてはくれてるんだね。全然関係なくはないけど、いろいろ言われてたけど、黒に行く可能性があるのとか言ってたけど、最近黒に行こうとしてたやつの男から来る説得力なさすぎんだよな。ハガちゃんを理由に黒に落ちようとして、その責任をハガちゃんに感じさせようとしてた男から出てくるセリフじゃないだろって思っちゃったんだよな俺。普通に言わなかったけど、黒に行こうとしてるらしいんだよねって、どの口が言っとんねんって。ハガちゃんとエルナの涙をどう感じて、そのセリフをロック面を通してぶつけられたんだ僕にって思っちゃって、ちょっと笑っちゃった、笑いそうになっちゃったけど、この人は何を言ってるのかなって思っちゃったけどな。申し訳ないけど、いろいろあると思うけどね。まあそれとこれとは別だしな。会社で起きた問題を解決したっていうのもまあ一つだし、会社で起きた問題なのかな、どうなんだろうね。こうやって僕が動くと遠のいたりするかもしれない。純粋にロックマンが待ってるのに対して、嗅ぎ回ってるってなったら、僕が首なんか入れたがってるんじゃないみたいな話になって、僕がなんなら立ち悪く、でもなんか俺別に立ち悪くなっていいんだよな。 PYCA で働けそうだし、パキチン辞めそうだし。